坂田亮は神奈川県横須賀市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。出生は神奈川県横須賀市であるが、幼少時に北海道帯広市へ転居、同志立稲田小学校3年生の時に野球を始める。小学校4年生の時、横須賀に戻ってきて、栗浜小学校から新名中学校に通う、横須賀リトルリーグシニアで野球を続ける。 横浜総学館高等学校2年時に、県高校野球周期大会で優勝。高橋徹と同期で、2学年後輩に、秋山翔吾がいた。住まいを転々としているのは自衛官である父親の、仕事の影響である。高校卒業後、函館大学へ進学、小学科ビジネスアスリート専攻塾に所属。1年から4番を打ち、 北海道六大学野球リーグで2年秋と4年春の2度、首位打者を達成した。2008年の NPB ドラフト会議で、埼玉西部ライオンズから4巡目で指名。函館大学公式野球部への在籍経験がある選手では、初めて NPB の球団から指名された。後に、契約金4500万円、年俸1000万円で入団した。 入団当初の背番号は31。なお、横浜総学館高校から八戸大学へ進学した秋山とは、2011年から再びチームメイトになっている。2009年5月6日に、不調の清水隆行と入れ替わりで、初の一軍登録。当日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦に、代打で登場し、プロイル初出場。 同月9日の対福岡ソフトバンクホークス、戦では7番指名打者として初のスタメン起用され、7回表に藤岡義明から、左前的地打でプロ入り初アンダ、初打点。その後2軍落ちし、2軍では規定打席には届かなかったが3割以上の打率を残した。2010年は7月6日の対オリックスバファローズ戦で、木抜き広しから、 プロ初本塁打、翌7日に2試合連続本塁打、7月11日の大楽天戦で2打席連続本塁打を記録するなどし、8本塁打、18打点。2011年は自己最多の71試合に出場し、2本塁打、11打点。2012年は16試合の出場にとどまる。2013年5月19日の 半身タがガース戦で投塁を試みた際に、左肘をついて、左肩を脱球し、出場選手登録を抹消され、8月の下旬に1、軍に復帰し、53試合に出場、打率28、289,6本塁打、34打点。2014年、3月25日のイースタンリーグの東京ヤクルトスワローズ戦の試合前練習中に、左肩を脱球し、 4月18日に、球団から東京都内の病院で手術を受けたと発表された。1軍出場なしに終わり、同年オフに31だと怪我が多いという理由で、背番号を88へ変更。2016年、オープン戦で打率4割とし、開幕戦を初めてスタメンで出場するが、シーズン中盤は2軍落ちし、出場は45試合。2018年、 一軍公式戦への出場機会がないまま、10月4日に、球団から戦力外通告を受け、10月5日に、現役引退を表明した。10月15日付で、NPB から、任意引退選手として講じ。同期入団の浅村坂へとも、坂田の引退後に、国内 FA 県の行使を経て東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍したため、2009年に、 新人扱いで西部へ入団した選手は全員、チームから姿を消した。西部の球団職員に転身。2019年シーズンから2軍のスコアラーを務める。ニックネームはチームメイトの中村豪也にかけて、左のおかわりくん、またチームでは兄貴と呼ばれている。かつて登場曲を、平尾博次に勝手に、会いたかったや、〇〇もりもり、などに変えられたことがあった。 二年連続で一時的に登場曲を変更したが、いずれもチームメイトの平尾が仕掛けたものである。ありがとうございます。